はい、シークワサーみかん科の植物についてるアゲハチョウの幼虫です。まあ、三例幼虫に四例幼虫ですね。ちょっとつっついてみます。あ、わかります？頭の先に黒っぽいこの橙色の角を突き出してますね。この結構なんかちょっと柑橘系の臭い匂いがするんですけど、あ、引っ込めたがするんですけど、これで外敵を追っ払うことができるそうです。6月9日に移したあの卵と一例幼虫は外敵にやられちゃいましたね。まあ大体生存率は 2% ないって言ってますね、成虫までなれるのは。